どうも、連続ヨーライオニ兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。で、今回なんですけども、まあ普段ね、お金の話とか、投資の話をこのチャンネルでしているんですけど、今回はちょっとテーマを変えて、コロナの自粛について話をしたいと思います。え、というのも、あの、そういう自粛について甘く考えている人も結構いらっしゃるので、このチャンネルを見てくださった皆さんには、 あの、ぜひね、えー、もし甘く考えてる方がいらっしゃるんでしたら、考えをちょっと改めていただきたいということで、コロナはこんなに危ないんだよっていうね、あの話を、まあ、事実、実例とかを挙げながら、あの、話をしていきたいと思います。はい。で、えぇ、ー、まあ、そもそもそういうふうに思ったきっかけなんですけど、あの、私には両親がいます。で、えー、関西の方にね、えー、住んでるんですけども、まあ、私は今関東に住んでまして、えぇ、ー、まあ、こう離れてますので、えぇ、ー、まあ、いろんなことは心配なので、えー 電話したり、えー、LINE したりとか、えー、連絡を取ります。で、その中で、えー、私の両親とも、あのー、こう、会社に通ってると、電車に乗って会社に通ってるっていうことを聞いたんですね。で、えー、てっきり家で自粛してるものと思いましたので、えー、まあそこは結構私も、あのー、厳しく、あのー、両親に言ったんですけども、えー、そもそも、なんか手洗い、うがい、マスクなどを徹底してるから大丈夫とか、あるいは、まあ電車で、 人が少ない時間帯に乗ってるし、窓も開いてるから大丈夫とか。っていうふうに、ま、じ、自分は徹底してるから大丈夫みたいなふうに思い込んでるんですね。でも、コロナっていうのは、人からだけではなくて、物からも映ったりするんですね。例えば、あの、釣り革を触っちゃったとか、えー、どこかを触ってしまったとか、えー、そういったことから、あの、感染してしまうこともあるので、手洗いしてるから大丈夫とか、人が少ない時間帯に電車に乗ってるから大丈夫っていうのは、ただの思い込みなので、実際大丈夫じゃないので、 えー、そういうふうに甘い考えを捨ててもらって、もう完全にね、あの、テレワークみたいな形で、もう人、家にこもって仕事をするのがベストです。で、どうしても、あの、そういうふうにできない人とか、えー、いらっしゃったりとか、えー、するかもしれないんですけども、まあ、例えばですね、えー、まあ、タレントの、これニュースで見たんですけど、マギー晋司さんですか手品師の方。あの方は、えー、ご家族がいらっしゃって、で、でも自分はどうしても仕事上、えー、人と触れ合う機会が多い仕事をしてしまっていると。 ね、当然徹底されてると、いろんなことで予防徹底されてると思うんですけど、でももし自分が感染しちゃってたら、家族全員、大事な人を全員巻き込んでしまうことになります。えー、そこで、マギー・シンジさんは、車中泊でね、自分はもう隔離生活みたいな、コロナが収まるまで隔離生活する。 もうそれを数ヶ月されてるみたいなんで、なかなかね、あの、それを、1日2日とかではなくて、もう数ヶ月とか、半年1年ってなってくると、体力的にもね、いろいろ疲れてくるとか、ストレスも溜まってきたりとか、そういったこともあると思うんですけど、でも、そんなことより、自分のね、もしかしたら感染したのを人に広げないっていうね、家族に広げないっていうことで、そのように徹底されております。そういったようにね、強い意識を持ってね、 あの自分だけは大丈夫っていう考え方を捨ててもらって、えーまあ、自粛ですね。していただきたいと思います。まあ、えー、家でね、僕もあのオンライン上で、ズームとかでね、あのまあ、仕事したり、セミナーしたり、まあ、スタッフとコミュニケーションしたり、す、え、べ、ー、て、えー、オンライン上でね、テレワークで、えー、ビジネスしておりますので、マネタイズできていますが、まあ、あのそういったやり方をわからない。 やりたいけど分からないからできないって方は、あの、私に聞いていただいたら教えますし、あるいはね、そんな簡単なことっていうのはもう、あの、YouTube とか Google で検索してもらったら、こういう風に使いますみたいなのが調べられると思うので、それで調べていただいて、アプリをね、ダウンロードしていただいて、まあ、触ってるうちに、で、自分も Zoom のセミナーとか、Zoom のそういったコミュニケーション、飲み会とかに参加してるうちに、使い方っていうのはだんだん分かるようになってくるので、あの、そのようにして、 え、もう分からないからやらないとかではなくて、え、それを、もう今度みんなが使っていかないといけないっていう時代になってくるので、学校の授業とかも、そういったようにね、アメリカとかはすべてね、誰もいない教室に先生が授業して、で、生徒はそれをね、オンライン上でリアルタイムで、え、ズームとかで見てるみたいな状況になってますので、今後ね、日本もそういう風に、もうどんどん浸透していくので、もう早くやるか遅くやるかだけの話なので、え、ぜひね、そういったものを活用していただいて、もう人と会わないと。 えいう状態を作っていただきたいと思います。はい。え特にですね、えー、私もあの両親に強く言ったのはあの、高齢者っていうのは重症化するリスクが高いんですね。特に、あの元々持病を持ってる方っていうのは、もう本当にあの志村健さんの例でもそうですけど、コロナにかかってからすごいあの亡くなってしまうまで、あの時間が短く、えー、悪化してしまったということなので、 えー、そういう持病を持ってる人とか、えー、もう年齢高齢者60歳超えてる5六6 0代以上の方とかっていうのは特にね、あのー、徹底して、えー、強い意識を持ってもう人と触れ合わない、えー、っていうことを、あのー、意識していただきたいと思いますはい、えー、あとはねつい先日つい先日の日曜,です、ねえー、日曜日なんですけど、あのーまあ、私神奈川の方に湘南に住んでるんですけど もう天気が良かったので、もうあの1、ね、3、4、5で海沿いの道がもう大渋滞、車で大渋滞。 で、えー、ナンバー見ると、タフンナンバーの人ばっかりで、もうビーチにも人があふれかえって、もうゴールデンウィークとか真夏みたいな状態になってたんですね。で、普段のあの湘南の雰囲気っていうのは、まあ、住んでらっしゃる方、地元の方、まあ、私はあの移住したんで、あの完全なローカルではないんですけど、まあこ、この地に長く住んでますので、そういった地元の方は、もう本当普段からマスクして、えー、徹底しているような状態なんですけども、あのー、その日曜日。 の時は、もう他府県から人がブワーって集まって、もうマスクとかもせず、完全に浮かれちゃってる状態な、なんですね。今、自粛の時期なんですよ。なのに、そういったことを忘れて、えー、まあ皆さんがね、家で普段、あの、こもって自粛して、ストレスが溜まるっていうのはすごいわかるんですけども、あのー、 コロナにもしね、これでかかってしまったら命を落とすっていうことなんですよ。もうかかったら命を落とすぐらいにあの思っていただいて、えー、まあ長くても2、3年、長かったら2、3年ぐらいね、今ワクチン作ったりとか、それが早くても1年とか1年半はかかるっていうことなので、えー、なかなかね、 あの収束にまだ向かっていく兆しが見えず、長かったら2、3年とか続くと思うんですけど、でも人生のうちで、ね、人生、長い人生のうちで、たった2、3年ですよ、そこだけ我慢したら、コロナのこれがもうね、すべて解決、ワクチンもできて解決ってなったら、もう好きなことやりたいことできるんで、もう今だけは、本当にステイホーム、本当に、これを守ってください。で、僕ね、投資とかやってるんで、その世界のね、コロナの感染者数とか、あとは日本の感染者数、 ね、どれぐらい増えてるのかっていうね。あと、都道府県別にも、常に見て、それが株価に影響されるんで、日々チェックしてるんですけど、え、ここ最近ですね、大阪の感染者の数が急増してます。急増してます。まあ、東京はもう前から急増してるんですけど、ここ最近ですね、この1週間ぐらいで一気に増えました。で、それまで、えっと、2位がね、感染者の2位が大阪だったんですけど、それを超えて、え、大阪が、神奈川を超えて大阪が急に増えてるんで、ということは、その大阪から出入りがある、 関西圏の人ですね。えー、もう十分注意してください。あのー、関東圏の人は、もね、当然、あのー、東京とか神奈川、えー、埼玉、千葉、このあたりは感染者数が多いので、もちろん十分警戒してもらいたいんですけど、あのー、関西圏の人も、ここ最近ね、あのー、大阪の数が急に増えてるんで、これは公表さ、わかってるだけの数なんで、あのー、発表されてる数値っていうのは、あのー、実際に表に出てない人、数値っていうのもあると思うので、ぜひね、 あのー、強く意識を持ってもらって、えー、対策していただけたらなと思います。はい。えー、ということで、えー、まあ、この動画をね、えー、見てくださってる皆さんですね。ぜひね、ライオン兄さんのチャンネル見てくださってる皆さんは、あのー、自分だけは大丈夫っていうのは、もう、あのー、その考えは一旦捨ててもらって、ね、対策してるから大丈夫とか、人の少ない時間帯に、あの、電車乗ってるから大丈夫とか、大丈夫じゃないんでね、本当に。 あの徹底してていいただいて僕もこんなことでコロナで自分の大事な人が亡くなっちゃったとかっていうのは本当に悲しいのでえもうあの注意喚起ねえこういったチャンネルをあのやってるのでえやりたいという気持ちになりましたので是非ね僕もあの皆さんのにこういうふうに発信してる立場なんで僕自身も徹底しますので皆さんもね是非ね徹底していただいて。 え何かね、あの、ご意見とかコメントあったらコメントしていただいて、えー、メッセージでも何でも結構なので、私はこういう風にやってますとか、こういう現状ですとか、えー、今こういうことで、えー、徹底したいんですけど、できません。えー、何か、えー、アドバイスありますかみたいなことがあれば、まあ、本当に僕のファンの方には、えー、何かね、自分ができることっていうのをアドバイスとか、えー、できればと思ってますので、ぜひね、皆さん、あのー、今だけは、その、自宅でき、あのー、 謹慎、えー、するっていうのを、あのー、守って徹底していただければなと思います今もねこうやってねあの外で、えー、コロナなんで、えー、外出するのを控えましょうっていうね音声が、えー、流れてますけどあのこの市民に向けてねなので、えー、そういった状況なのであの本当に、えー、自分は大丈夫っていう考え方を完全に捨てていただいて、えー、自粛していただけたらなと思いますちょっと大変ですけど頑張りましょうみんなでね力を合わせて、えー、この時期を 乗り越えましょう。でね、そういった意味で、えー、逆に自粛してるから、まあ、お金が、あのー、回らないとか、えー、そういった、あの、悩みとかもあると思いますので、まあ、そういった悩みっていうのは、私は、あの、無料の勉強会みたいなものをやっておりますので、あの、説明欄に、あのーね、詳細載せておりますので、そちらご確認ください。あと、ビジネスで不労所得をね、作る動画と、あと、長期投資の教材っていうのもプレゼントしておりますので、えー、少しマネタイズについても、あの、学んでみてください。 以上でこの動画を終わらせていただきます。良かったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。音声流れてますよ。外出しちゃダメって。